ありがとう。だが、必ず来てくれると信じていた。あれが我らが保管、空中空港、スフィルだ。ダーキン。君の覚悟、このアビサルディジョン、確かに受け止めた。我らはウロボロス。その名は、自分の尾を噛む蛇を指し、我が終わりこそ我が始めの意。自分で自分を生み出し、婚姻させ、滅ぼす。そして、我らはまた、不死、永遠、英知を象徴する。ようこそウロボロスへ。このアビサルディジョンと共に、終わりという名の始まりを目指し、始まりという名の終わりへと旅立つ時が来た。はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところで、ご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。 NUN 新国際連合では、事態を解決するためユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。ゼネラルリソース系列の報道機関では、現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている
生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない。肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン、我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。それでは我らがウロボロスの指導者アビサルディジョンを紹介しよう。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。久しぶりですね。覚えている？サーフで一緒だったレナです。まさかこんな形でまたあなたに会えるなんて。でもどこかで私、きっとあなたもこの彼の戦いに参加してくれるような気がしていたのかもしれない。ねえ、私たち二人が似てるってあの頃メールで言ったことがあったよね。あの時はなんであんなことをって自分でもわからなかった。でもあの気持ちはきっと今日のことを教えてくれていたのかな。辛い戦いになってしまったけど、お互い彼のために自分の翼を精一杯役に立てましょう。我らがウロボロスの意志、それはこの世界をつなぐあまたのメディアを使い、すでに十分すぎるほど告げることができた。残すは実践あるのみ。そう、誰のためでもない我々自身が各々の翼によって。地上から空を見上げることしかできぬ奴らに知らしめてやろうではないか。すでにナシメントという名の前時代のルールは私が葬っておいた。そして次は科学という名で新たな富を貪ろうとしている輩に制裁を。君には最新鋭のエアロコフィン、ゲームを用意しておいた。さあ飛べ、ウロボロスのしもべたち。これから破壊するべき目標をこちらから指定する。速やかにこの世界から抹殺せよ。健闘を祈る。Engage。
Go!
Damn it.
Mission over. どうやら奴らはメガフロートへ逃げ込んだようだ。追うぞ。